ぶりに映画部の活動があったから、ちょっと遅くなっちゃったな。みんなもう練習始めてるよね。着るとこんなにジャンプできるんだね。このスター養成スーツは改良を重ねた結果、ステージの屋根くらいまではジャンプできるようになったんだよ。あ、これはどうやって止まればいいんだ。どうにかしろ。全員通常運転って感じ。みんなお待たせ。あ、ネネちゃん。いや、思ったより早かったね。部活はもう終わったのかい？うん、活動報告書作ってただけだから。それよりあいつどうやって止めるのか早く教えろ。うるさいからさっさと止めてくれる？まだ世界が上下に揺れている。それじゃあ司も地面に立ったことだし、練習始めよっか。おい、もっと俺の心配をしろ。うるさ。そこまで元気なら大丈夫でしょ。早く練習を。話？ああ、そうだね。そろそろ約束の時間のはずだけど。おっと、到着したようだね。うん、到着って一体誰が？あ、あれって M の。おい、急に突撃するなって言ってるだろうが。うん、何やら親近感が湧くな。 M のお兄さんたちが来たってことは、話ってもしかして前に言ってた宣伝大使のこと？ああ、その通りだ。改めて依頼させてもらおう。君たちにはこのフェニックスワンダーランドの宣伝大使として外部でプロモーション活動を行ってもらいたい。ああ、俺たちが見事に宣伝してみせようではないか。ドーンと大船に乗ったつもりでいてくれ。ですがその前に一ついいですか？プロモーション活動が必要ということはわかりますが、なぜ宣伝大使という形なんでしょうか？当初は SNS での宣伝に重きを置く予定でしたよね。それがなぜ外部で宣伝活動をする方向に変わったのか、理由が気になりまして。ああ、それはターゲットを変更したからだ。ターゲット？幸いお前らがあの賞をバズらせてくれたおかげで、若年層にはかなりアピールできたからな。そこで今回のターゲットは地方に住む層になった。うちは渋谷のど真ん中にあって立地がいい。だから都市部の客はよく来てくれるんだが、地方からは客があまり来ないんだ。これは他のテーマパークと比べて有名な IP がないのが原因だ。端的に言うと、地方からうちにあえて行こうと思ってもらえるようなフックがない。今回のライリー社との提携でいくらか解消は見込めるが、既存の有名 IP に頼りきらないという方針を打ち出すことにした我々としては、やはりさらなるフックが必要だ。なるほど。 SNS で話題になった僕らを顔にしようということですか？ああ、あの賞を作ったのは
ワンダショという劇団の高校生たちらしいという噂も流れて、君たちの知名度は上がっているからな。そして先日の会議により最初に行ってもらう場所が決まった。今日はその詳細を話そうと思う。ついに未来のスターたる俺が向かう地が決まったか。やったー。それでそれでどこに行けばいいの、お兄ちゃん。今回はフェニックスリゾートオーシャンに行ってもらいたい。え、フェニックスリゾートオーシャンってあの高級ホテルの？なるほど、大鳥グループ傘下のフェニックスホテルズ&リゾーツが運営しているホテルなら、こちらとしても融通が効くので助かります。なんかルイ詳しくない？前のショーを考えている時に大鳥グループの会社については調べていたからね。高級リゾートホテル、まさにスターにふさわしい場所だな。でも高級ホテルに来る人と遊園地に来る人って客層あんまり合わない気がするんだけど。それに関しては問題ない。今回ターゲットにする主な層はホテルの宿泊客ではなく海に来ている観光客だ。ん？どういうことだ？フェニックスリゾートオーシャンに併設されている浜辺のステージは立ち入り自由な屋外のステージだ。そのため多くの観光客が訪れる。君たちにはフェニックスワンダーランドの主な層である家族連れをメインに据えつつ、幅広い層を取り込めるようなショーを上演してほしい。なるほどな、浜辺のステージか。どんな場所なのか楽しみだな。そのステージなら少しだけ知っているよ。海や浜辺に直接つながっているんだ。普段とはまた違った演出ができそうだね。そっか、海でショーができるんだ。やったー、ジャパン。おい、はしゃぎすぎて目的を忘れるなよ。お前らは宣伝に行くんだからな。分かっている。必ずや最高のショーをしてみせるぞ。公演期間は3日間を予定している。午前中と午後の1日2回計6回の公演になる。次に使える設備についてだが、もうまさか泊まりがけで3日間のショーをやることになるなんて。宣伝大使って言っても地域のお祭りとかそういう小さなイベントに日帰りで行くだけかと思ってたのに、ちゃんと宣伝できるかな。ずっとここでショーをやってきたけど外でやるってなるといろいろ変わってくるし。おや、どうしたんだいネネ、心配そうな顔をして。何を心配しているかはわからないけれど、きっと杞憂に過ぎないさ。僕たちは何百人もの観客を前にフェニックスワンダーランドそのものを大きく変えるショーまでやり遂げたんだ。今さら外でショーをやるくらいどうってことないだろ。それもそっか、みんなであれだけのショーをやれたんだから、場所が変わってもきっとちゃんとできるよね。演目については先ほども伝えたが、子供から大人まで楽しめる明るくライトな内容にしてもらいたい。その点を抑えてもらえればあとは自由にしてもらって大丈夫だ。って言ってもあんまりおかしな内容にするんじゃないぞ。お前たちならやりかねないからな。おかしな内容？
それはおかしなことの定義にもよりますね。もうすでに怪しい予感しかしないな。うん、浜辺のショーステージでみんなが楽しめる明るいショーをし、フェニックスワンダーランドを宣伝するということだな。しかと受けたまわった。俺たちワンダーランズショータイムが見事宣伝をやり遂げてみせよう。うん、私たちでいっぱい盛り上げてお客さんもドドーンって連れてくるね、お兄ちゃん。そうか、期待しているぞ、エム。さて、それでは早速演目を決めるとしよう。各自アイディアはあるか？はい、いつもと違って海があるから、みんなでお魚さんになって海を冒険するお話とかどうかな。海か、なら海賊の話なども面白そうだな。砂浜に宝を埋めて宝を探すのだ。うん、海と砂浜が目の前にある状況を十分に活かせそうだね。ネネは何か海でやってみたいことはないかい？海か。海なら私は。ちょっとベタなんだけど、人魚姫かな。人魚姫か。うん、それも悪くないな。ねねちゃん、人魚姫が好きなの？うん、小さい頃にルイと人魚姫のショーを見たんだけど、その時人魚姫の役をやっていた俳優さんがすごく素敵な歌を歌ってて、それからずっと好きなんだ。その俳優さんがきっかけで私はショーをやりたいって思うようになったしね。懐かしいな、あの頃の私は。うわー、すごいお客さん。人魚姫のお芝居楽しみだな。どんな感じなんだろう。あ、始まる。